こんにちは。高額パックを買いたいけど迷った挙句いつも買わないって思ってるけどなぜか注文してしまうワイガちゃんヨネヤです。こんにちは。高額パックは買いたいけどシンプルにお金がないガッチャの小林です。パックの引きが弱いのであまりパックには期待していないガッチャのフルミです。パック剥くの好きなんで買って剥くんですけど結局シンプル買いもしてるって感じですね。正しい。ということで今剥きたいパックといえばダブルマスターズ2022じゃないですか。なんでちょっと再録されるカードを今回はちょっと触れていきたいなと思います。なるほど。なんといっても伝国の玉璽、これはコミュニティ衝撃が走りましたね。ポータル三国志っていうだけでなかなか再録が期待されにくいじゃないですか。昔あったちょっとマジックからインスタントをなくしてソーサリーだけにしようみたいな特殊なセットで、例えばインペリアルシールだったら吸血の矜持者っていう効果は同じなんですけどインスタントの元ネタのカードがあってっていうのが何種類かあるんですよ。統率者だとサーチカードは多ければ多いほどいいとされてるので、まあ、とにかくいろんなサーチカードが必要になってくるんですよね。もちろん吸血の矜持者も入ってるしデッキを強化する上では必要というか、まあ、入れてる人が多かったんですよね。めちゃくちゃ高いっていうポータル三国志にしか入ってないカードだったから、はい、あとジャッジ報奨で出たぐらいで、まあ、だからこれは嬉しいですね。やっぱりこれを機に僕も玉璽を敵に入れたいなと思います。統率者も好きなんだ。統率者好きですね。他に注目カードありますか。僕のマイフェイバリットカード硬化する鱗が収録されます。やった。いや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 、バックじゃねえか。悪役だろどう見てもいいんですよ。僕がですね初めて買ったパックが実はタルキールでして、はいはいはい、今回外れ枠にはなるかもしれないですけどタルキールのカードが結構収録されるっぽいんですよね。金額的にはあれですが懐かしいなという気分になっております。あれじゃないですか、場に出た時に宝物出すゴブリン、そうだ、後場の恐喝者、後場の恐喝者。僕も統率者組んだ時にあれ入れたいなって思ったんですけどバカ高かったんですよね。そうなんですよ、今2万とかしてたんで各対戦相手のアーティファクトとエンチャントの数分宝物が出るんで、はい、エンチャントの分もエンチャントもですね。マジでエンチャントもなのこれ。平気で10万近く出るんですよ。出るよねそれは。それも再録っていうことで僕もこの機に買いたいなと思います。で、あとなんだろう、なんか目玉あるとしたらやっぱりアロサウルス貝じゃないですかね。あー、なるほど。アロサウルス貝も収録されるんだ、はい、あれも1万以上言ってたもんね。1万5000くらいですか。震えました。あの、もともとジャンプスタート、ジャンプスタートです。ジャンプスタートは、うん、2パック買えばデッキが組めるっていう、特殊な遊び方か。そうですね、シールドがすぐできるよみたいなセットだったんですけど、うん、その中のエルフっていうテーマに入ってたあたりのカードで、はいはい、とにかく供給量も少なかった。英語版しかないしね。英語版しかないです。そうなんですね。しかも強い。緑の呪文打ち消されなくなるんですよ。ちょっと欲しいなと思ってて、で僕はホイールを集めてるんですけどダブルマスターズの再録はないと読んでいたのでつい最近アロサウルス貝買ったばっかりなんですよ。あら、ちょっとホイール買い直しだなって。アロサウルス貝ってエルフ以外のデッキにも入るんだ。アントニー入ります。虚空の杯がすごい使うデッキが環境にいまして、でアロサウルス貝を出します。夏の帳を唱えます。呪文が全部消えなくなります。無敵状態になるために。あ、そう、アロサウルス界の能力でこいつ自身も打ち消されないんだけど、こいつが出てるとあなたがコントロールしている緑の呪文が打ち消されないっていう状態が能力を持ってるんだよね。コンボをデッキ的には通すのに必要だと。そうです、うん、夏の帳が通ると呪文がそもそも打ち消されなくなるんでやりたい放題です。なるほどね、すごいすごい。泣きながら買います。なんかダブマス話しておいた方がいいことありますか。意外と統率者目線で言うとパイレクシャンアルターとか、あとメダル圏の宇宙儀とか、あとは世界のるつぼ。あ、世界のるつぼの新しい絵めっちゃかっこいいよね。かっこいいですね。そういうあった方がいいけど地味に高いよねみたいなカードが入ってますね。滅び1枚欲しいですよね。かっこいい、ね、入ってますね。滅びの新しい絵すごいかっこよかったね。統率者デッキ見たいなって時に持ってたら嬉しいカードがたくさん入ってるかなって印象ですね。それこそ僕ちょっとエルフ興味あるんで魂の洞窟とか。あ、魂の洞窟欲しいかも。確かに最後の望みリリアナの新しい絵もかっこいい。あ、そうですね。あとレント6番とかもいますし、レント6番の値段下がるのは相当ありがたいですね、はい、そうですね。5段とか
そのあたりでも使われるカードがちょいちょい入ってるんで、あとは魔力の筆とかもちゃんと入ってるんでおすすめですね。 あと緑だと花を手入れするものとかもマナクリッチャーなんですけど、ちょっと供給が全然なかったので、ちょっと1000円から、まあ、2000円とかいっちゃってたりとかしたかったんで、そこも手に入りやすくなるかな。開封盛り上がりますよね、これは。そうですね、開封はすごいこう、なんだろう、みんなが待ち望んだカードが結構入ってるんで、てな感じで、てな感じですね。なんで、はい、総評としては結構楽しめるパックに仕上がってると思います。みんなもぜひ、ね、逃走者で遊んでみてくださいね。はい、逃走者ぜひやりましょう。何かご意見ご感想ありましたらコメント欄までよろしくお願いします。チャンネルしますてな感じで、ありがとうございました。ありがとうございました。